渋谷のラジオ送信アンテナ特定、非営利活動法人 CQ は、東京都渋谷区全域、及び港区、新宿区の各一部地域を放送区域とする超短波放送の特定地上機関放送事業者として、コミュニティ放送、渋谷のラジオを運営する特定非営利活動法人である。二0十六年四月開局、送信範囲は渋谷区全域、 渋谷区のコミュニティ放送局には、かつて、東京コミュニケーション放送があったが、2013年1月に放送終了、7月に廃局しており、約3年ぶりの復活となる。開局には、福山雅春らが出資、代表理事は、柳井道彦、番組審議会委員には出資者以外に、亀田誠二、高橋安子らが就任。運営は、 渋谷区商店会連合会も協力した。スマートフォン専用アプリにより、日本国内外で聴取可能。逆にパソコンでの聴取は、基本的にできないが、アベマ TV のアベマラジオチャンネルに参加しているため、一部の番組については、同チャンネル経由で PC での聴取も可能である。また、福山正春と小口、秋久の 指定人ラジオは一部の AM ラジオ局で遅れネットされている。その他、一部の番組は、ノート、ラジオクラウドにて、アーカイブ配信も行っている。2015年、2016年、2017年、2020年、渋谷のラジオ放送中のスタジオの様子第一弾パーソナリティとしては、谷村真嗣、野宮茉貴、指原里野、奈良道、キキキリン、高隅剛らが務めた。 番組を部活、パーソナリティを先輩と呼び、番組は原則としてすべて渋谷部のようなバーチャル部活の形式をとっていた。現在終了番組8校をモデルとした公式キャラクター。デザインはよりとを分配。ABC パーソナリティに谷村真嗣氏、野々宮牧氏ら決定。渋谷のラジオプレスリリース2015年12月3日。 AB 福山正春、亀田誠二がサポート。柳井道彦が、渋谷のラジオ来春開局音楽なたり2015年11月25日、AB コミュニティ FM、渋谷のラジオ、来春開局へ、福山正春さんらが出資渋谷経済新聞2015年11月25日、AB 渋谷のラジオ公式アプリリリース渋谷の、 ラジオプレスリリース2016年4月25日、アベマ TV、ラジオチャンネル開設が決定エリアフリーで J-Wave、AirG など、全8曲の番組を無料で放送アベマタイムズ2017年11月17日、取得日は、無線曲登場報検索平成28年10月22日現在、による。世界的、アーティスト、アンダーワールドとの正規のコラボレーション。 本放送開始前の特別編成第1弾として2016年3月12日放送渋谷のラジオプレスリリース2016年2月17日渋谷のラジオが挑む新しい街づくりダイヤモンドオンライン2016年5月14日渋谷のラジオ1周年イベントにて告白渋谷経済新聞2017年4月1日渋谷のラジオ大幕へ 新体制がスタートします。渋谷のラジオプレスリリース2020年6月7日。本日からスタートしました。渋谷のザベスト展。ノート2019年4月3日。更新2019年4月14日閲覧。人生ちょっとだけはみ出しちゃった人から学ぶ。レイ,レイって、だートきないはみ出しみっけ渋谷のラジオにて、番組か決定。 プラタイムズ2019年3月28日、更新2019年4月14日閲覧。渋谷で田中直樹が1ノート2018年11月24日、更新2019年4月14日閲覧。旅作家のフリエコが4月7日より渋谷のラジオ、渋谷で旅ママ最先端テクノロジー10時10時55分レギュラー番組がスタートします。 プラタイムズ2019年4月4日、更新2019年4月14日閲覧。公式キャラクター、ラジコを起用したロゴ。渋谷経済新聞。http://www.shibukei.com/.photoflas1/.4617/. ありがとうございます。